皆さんこんにちは、フクロウです。今回は第五人格の意思最強説ということで、意思をねプレイしていきたいと思います。で、あとはねゲートをくぐるだけなんでね、余裕かなと思ったんですが、もう突然ですねキラーがね出てくるということですね。この時ね本当にびっくりしましたね。画面に映ってなかったんですよね。でもやめて来ないでっていうことでね必死に逃げます。ただねここで一発もらってしまうということですね。若干 251ms なんで、若干ねカクカクしてたっていうことなんですけど、仕方ないのでね、ここでぐるぐる作戦でね頑張って逃げ切ろうというところですね。でここで板倒してしまうと追いつかれるので、一回板はスルーって感じですね。でここをくるくる回るとですね、足跡がいっぱいついて、もうどこに行ったか分かんなくなるって感じですね。で地下にね逃げる場合もあるんですが、今回はね地上の方を逃げています。やっぱりですね初心者が多いと地下室っていうのはね意外に抜け穴になってくるという感じですね。ただね動画でこうやって作ってしまうと、地下室増えてくるのかなと、地下室を見に来る人が増えてくるので、逆に追い詰められるパターンもあるんですけどね。ちなみに石はね今イベントの衣装なんですが、今ねボロボロの衣装になっていますね。でこっからねゲートに入っていこうと思うんですが、念のため、ね、回復を入れています。一回切られてもね 80% くらいの確率で逃げられるという感じですかね。でウォールが見えてきて、これはいけるかなという感じですね。ということでね、無事ゲートを通り過ぎて、これでね抜けられるという感じなんですが、一人残ってるという感じですね。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録してくれてもいいよ。別に高評価はしなくてもいいです。それではバイバイ。